白駒巻は、斎藤洋による日本の児童文学作品。挿絵は、高畑淳が担当。改正者より刊行されている。仙人に指示することで戦術を学び、不老不死へと、至った狐、白駒丸。人間に興味を抱く、彼は、人の姿に変化することで姿勢へと降りるが、そこで、白駒丸が出会ったのは、戦争という人間同士の殺し合いであった。 不老不死である、彼は、出会う、者たちの生のあり方や人の世に繰り返される争いを、見つめながら、己の答えを探し求める。原平の戦いに巻き込まれた、白駒丸が、兄、源よりに追われる、源の義経やその家臣、佐藤忠信一行に同行する。時は、鎌倉時代。85年もの長い眠りから目覚めた。 白駒ママルは、京で一人の武士、一谷小平太の命を救う。現行から51年、時は、室町時代初期。白駒ママルは、楠木正成という武将と出会う。時は戦国。15代続いた室町幕府を滅ぼし、天下統一に名乗りを上げた、織田信長を中心に話が進む。江戸幕府が開かれてから約30年後。 九州島原で圧政に苦しむ農民が天草四郎時貞を大将に放棄。時を同じくして、白子ママルは南蛮道園の進むと名乗る男から弟子入りを申し込まれる。時は元禄十四年。徘徊や歌舞伎などの文化が花開き、人々は天下太平の世を謳歌していた。しかし、白子ママルは江戸城から強い邪気を感じる。蛮州阿公藩主。 朝の匠頭による人情事件が発生したのはその直後であった。原平の風猛虎の波落中の非戦国の雲 NHKFM 青春アドベンチャーにてラジオドラマ化される。ありがとうございます。